せーの、ただろきチャンネル。こんにちは、メイヤラ正規アイドルただろきちゃんです。よろしくお願いします。私はよくこのラフな感じの巻き髪をしてるんですが、このやり方を教えてくださいって結構リクエストをいただいたので今日はやらせていただきます。実は前に出した朝のルーティーンみたいな動画で一度やり方ご説明してるんですが、今結構当時とやり方が違うのでやりやすい方をやっていただければいいかなっていう風に思います。はい、そしたら巻いていきます。使うのはビダルサスーンの固定。まずは後頭部から髪の毛を2分割して片方ずつやっていきます。取る量は結構適当です。顔周りの毛をザクッと取って、こちらの毛先をワンカールさせていきます。こんな感じです。ニュンって感じで。そしたら内巻きワンカールをした、次の後ろの毛束をまたザクッと適当に取って、こちらを次は外巻きにしていきます。くるりんちょ。最初の毛束が内巻き、次の毛束が外巻きになりました。そしたらまたその後ろを取って、こちらは顔周りの毛と同様内巻きにしていきます。ちょこっとずつずらしながらヒュンで抜くといい感じになります。内巻きの次の毛はまた外巻きです。気をつけるのは毛先がダランとなっていないこと。というわけで右側の毛が内巻き、外巻き、内巻き、外巻きと交互に巻き終わりました。こっちは冷ますためにそのまま置いておいて、こっちを同じように巻いていきます。キタちゃん危ない。毛先がダラーンとなっているところがないか確認して冷まします。歯が痛え。巻いたところが冷めたら一回目の粗い櫛でゴゴゴゴゴッと、ゴゴゴゴゴッと、しっちゃかめっちゃかにしていきます。これでバランスを見て調整をしていきます。そうしたら表面の毛を取って、こちらは内巻きにしていきます。で、先ほど巻いたところよりも上まで巻いてあげてすぐに外します。こんな感じで早めにコテを取ってあげる。そして早めにほぐす。表面の毛を巻く時のポイントは薄く広く毛を取って、で毛先の巻きに逆らわないようにしながらコテを入れて、だいたい地面と平行になるような感じで巻いてあげるとうまくいく気がします。よりエアリーな感じが出ます。で、まあ、最後ちょっとこう後ろから手を入れてほぐしてあげて、はい、こんな感じで完成しました。ふわふわに。じゃあ今日もご覧いただいてありがとうございました。また明日以降の動画でお会いしましょう。またねー。